まつげと眉毛、あとあの整体のサロンも経営してますが、集客が苦手で、何かこのままじゃいけないなって、何かしたいなと思っていて、勢いで参加させていただきました。あのホワイトボードなんか使ったりして、結構なんか堂々とできたんですよね。でそれがまあ自分のあの、知識の中で喋ってたので、結構こう堂々と本当に抵抗もなく喋れて、余裕もあって、こんなに落ち着いて喋れるんだ私っていうのが自分でびっくりしたことではありましたね。この21日間が特別なものだったんだなって思いました。チャンスは誰にでもあります、ね、それを掴みに行くのは自分であって、ね、人が掴みに行くのを見てるだけだと絶対に掴めません。自分で一歩踏み出して自分で掴みましょう。誰でもできます。私でもできました。